はい、どうも動画編集者の森スクです。今日はこんな感じにエッセンシャルグラフィックスで自分なりのオリジナルテンプレートを作ってみましょう。恥ずかしながら最近知ったんですけど、エッセンシャルグラフィックスに画像を読み込めるんですね。かなりアニメーションの表現の幅が個人的には広がりました、みんな知ってたと思うんですけど、僕は最近知ってしまいました、YouTuber の編集とかしてる方は絶対これ使った方がいいと思います、それでは早速解説に行きましょう。それではどうぞ。はい、じゃあまずテンプレートを作っていきたいと思います。まずシーケンスを作ります。これは普段使っている動画のサイズでいいと思います。今回は 1920×1080 の60フレームで制作しました。まずエッセンシャルグラフィックスで編集、ここですね、新規レイヤーをクリックして、まず長方形のシェイプを作っていきます。こんな感じですね。伸ばしてもらって、ここにテキストが入る感じにします。で、塗りを白にします。で、ストロークですね、こちらを、ちょっと好みの色にしましょう。僕は青が好きなんで青にします。で、ストロークのここですねを、20にしましょうか。はい、こんな感じにできましたね。で、ここに本日のテーマってつけたいので、もう一つシェイプを作ります。長方形のシェイプを作って、塗りをさっきのストロークにしたいので、ここのスポイトをクリックして、ここをクリックします。そうすると色が一緒になるので、で、今度またストロークを消します。で、これをここに持ってきます。で、ちょっと広げて、こんな感じかな。ちょっとズームにして確認しましょう。こんな感じになってますね。はい、これで綺麗に配置できたんですけども、今表示順がこの上の四角が下のここよりもレイヤー的に上に表示されているので、順番をこの下に持ってきます。僕は気持ち悪くてこれをしないと落ち着かないです。ここはあまり気にしなくていいです。で、次に本日のテーマを入れていきましょうか。新規レイヤーで横書きテキストですね。ここで、某 YouTuber 風になってるんですけども、そこはねスルーしてください。すいません。で、お好みのフォントにしてもらって、で、ここに持ってきます。サイズと位置をここでしっかり調整しておきましょう。はい、こんな感じですね。で、この後に電球を持ってきます。新規レイヤーからのファイルからですね、ここをクリックしてもらって、今回はこちらの豆電球 PNG を使っていきます。開きます。はい、こんな感じで読み込むことができました。エッセンシャルグラフィックスの中の豆電球ですね、こちらを同じように配置していきます。で、ちょっと小さいのでここで拡大しながら挿入していきましょう。で、最後にここに本文を打ちましょう。小書きのテキストを打って、で、塗りを黒にしましょう。で、タイトルを挿入するときは、なるべくですね、僕は中央揃いにしています。で、配置を、はい、中央にして110とかにしましょうか。で、位置をちょっと下にして、なるべく中央ですね、もうちょっと下かな。はい、こんな感じで入れてきました。で、ここまで全部作ったらアニメーションを挿入していきます。まず、エフェクトのトランスフォームをこのエッセンシャルグラフィックスに挿入していきます。トランスフォームを使うことによって簡単にモーションブラーをつけれるので、これを使います。ただ、この全体に反映されてしまうので、そこだけ注意しましょう。まず、最初の0秒00フレームのところに1を打ちます。で、そして、10フレーム後にしましょうか。10フレーム後にまたキーフレームを打って、で、一番最初のキーフレームに戻って位置を下げます。はい、見えなくなるまで下げます。シャッター角度を上げます。そうするとモーションブラーがつきます。モーションブラーをつけることによって若干ここブラーで見えてしまってます。なのでちょっと下げます。もうちょっとブラーつけたいなと思ったらここの数値を上げましょう。で、そしてまた見えちゃうので下げます。で、いっぱい下げれば下げるほどすごい速いスピードでここに来るので、その分ブラーがかかります。これだけでも完成、テキストは完成なんですけども、本日のテーマ、この電球の動くやつ、本文って感じに出していきたいので、出てきた後にまず本日のテーマを出していきます。で、本日のテーマを、ここですね、テキスト、これを開きます。で、これをアニメーションさせていくんですけども、トランスフォームですね。本日のテーマの中のトランスフォームにキーフレームを打っていきます。で、スケールですね。これを、スケールを動かすと左下を中心に動いてますよね。なので、アンカーポイントが今左下にあります。このアンカーポイントをですね、変えてあげましょう。選択ツールにしてアンカーポイントをクリックすると、こんな感じで丸いものが見えます。ちょっと拡大してみましょう。
はい、これですね。ちょっと分かりづらいんですけど、カーソルもこんな感じで変わります。これを動かして、本日のテーマの下の真ん中に持ってきます。で、ここに持ってくることによって、ここを中心にスケールをしてくれるので、アンカーポイントをここに変えた後にアニメーションキーフレームを打っていきます。まずスケールですね。この10フレームのとこからスタートしたので、1回スケールをここでキーフレーム打ちます。で、1、2、3、4、5フレーム進んで、ちょっと大きめの110にしましょう。で、1、2、3フレーム進んでまた100に戻します。はい、こんな感じです。ちょっとプニュって動いてますよね。わかります?このフレームでも全然いいんですけど、もうちょっと伸ばそうと思った場合は、1、2、3、4、5のところをもうちょっと伸ばしたいので、1、2、3、4、5、10フレームにします。はい。10フレームで110にして、また3フレームで小さくなる。ですね。見てみましょう。こんな感じです。ピュッと。本日のテーマ、ピコンみたいな感じにしたいので、本日のテーマが終わったキーフレームのとこに、今度は、この電球ですね。こちらをアニメーションしていきます。やり方は今と一緒です。この豆電球のクリップを開いて、まあ、アンカーポイントが今中央になっているので、またアンカーポイントを選択して、下にします。ここにします。今度は回転も僕はつけたいと思うので、スケールと回転にチェックを入れます。キーフレームを打ちます。10フレームでアニメーションしたいので、ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10でスケールにチェックを入れて、回転にもチェックを入れます。はい。で、一つ前のキーフレームに戻って、スケールを0にします。そして、このように進んでいくと、電球が出てきているのがわかりますね。で、途中で回転のとこに、ちょっと右に曲げます。そうすると、横からムニョって出てくるようになります。これはつけなくてもいいかなって思います。まあ、お好みでつけてください。で、この後に本文ですね。本文を出すようにします。に、わかりやすいテキスト挿入。これを開いて、この下にトランスフォームがありますので、ここはシンプルに、不透明度だけやっていきます。今度は20フレームですね。20フレーム後に100にします。ボワーっと出てくるようにします。はい。一回再生してみましょう。こんな感じです。で、ここまでできたら、一番最後ですね。この15秒のとこに全部左にシュッと消えていくようなアニメーションをつけていきます。15秒でなくなるようにしたいので、14秒49フレームのとこにトランスフォームの位置にチェックを入れます。14秒59フレームで X 軸のここを動かします。はい、そうすることでこんな感じで最後シュッと消えていくようになります。完成したものはエッセンシャルグラフィックスで書き出します。右クリックを押して、モーショングラフィックステンプレートとして書き出し。で、ここに保存先ですね。名前だったりですね。で、本日のテーマって入れて、で、保存場所を指定して、OK を押します。で、エッセンシャルグラフィックスの読み込み方なんですけども、エッセンシャルグラフィックスの右下、ここですね。モーショングラフィックステンプレートをインストールをクリックして、ここで MOGRT をダブルクリックすると読み込むことができます。これをこんな感じで挿入すると、こういう風に使うことができます。まあ、一回こうやって作ってしまうと何回でも使うことができるので、本当に作るのをおすすめします。ぜひ作ってみてください。いかがだったでしょうか?今日はこんな感じでエッセンシャルグラフィックスについて解説を行いました。自分なりに使いやすいテンプレートを作って作業の効率化をアップしてください。何かわからないことがありましたらコメント欄からお願いいたします。チャンネル登録と評価の方もぜひよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。